それでは日本共産党衆議院京都5区候補者山内健から皆さんに訴えさせていただきます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、いつもと声が違うと思うんですけど山内健でございます。京都5区候補です。声はちょっとおかしいですけど元気いっぱい全力で頑張っております。最後まで頑張りますのでどうぞご支援よろしくお願いします。皆さん、私は、大学同志教区の同志社大学を出てすぐ共産党の先住者になりました。今年で23年になります。最初は京都の京都市の上京区と北区を担当している京都北地区委員会というところで活動しました。新聞赤旗を増やしたり配達したり集金したり草の土台で支えるそういう活動をしたり、伝統地場産業が西陣織でしたんで西陣で働く皆さんとその仕事を守ったり西陣織そのものを発展させるそういう取り組みを13年間北地区委員会でやりました。このことが私の政治家としての本当の原点になっています。その後京都府委員会に移りまして労働部に入りました。青年の雇用を守る運動だとかさまざまな分野の労働者の人と一緒に運動しながら各界各層の国民的な戦いを全力でやるようなそういう部署で活動をしました。京都府知事選挙の民主不正の会の事務局次長の仕事もしたことがあります。そして何年前に舞鶴地区委員会に来てそれ以後は平和の運動や原発事故以後は原発をなくすようなそういう活動をしてきました。この23年の共産党の職員としての活動経歴を全て生かして国会に持っていって今度は頑張りたいと思います。どうか国政を送り出していただきますよう心からお願いいたします。皆さん本当にルルお話があったと思いますが今度の総選挙は安倍政権の暴走政治を主権者国民としてはっきり審判下すそういう絶好のチャンスだと思います。候補者の活動をするようになって京都北部をくまなく回る中でますますその思いを強めているところです。集団的自衛権の行使容認、京丹後市へのアメリカ軍のレーダー基地の建設、消費税の増税、原発再稼働、どの問題もこの京都北部を直撃している。だからこそこの暴走政治に正面から対決をしている日本共産党がこの京都北部ではっきり前進するそういうことが大事だということを本当に身にしみて感じる毎日です。最後まで頑張りますのでどうかよろしくお願いいたします。選挙の序盤の論戦で安倍首相が今進めようとしている政治このまま進めたら本当に日本が戦争する国になってしまう、貧困と格差が一層拡大してしまう、このこと明らかになってきたのではないでしょうか。安倍首相は集団的自衛権の行使容認をこれは限定的に行使するんだ、こう繰り返し言い訳をしています。しかし皆さんテレビの討論聞いてましたら国際法上の停戦合意がなくてもつまりまだ戦争状態であってもペルシャ湾に機雷を損壊させるために自衛隊を派遣する、こうはっきり言ったんですね。結局安倍首相が言っている限定的というのは無限定に自衛隊を海外に派兵すること、ここに一番の正体があるということが本当にはっきりしたというふうに思います。市会議員選挙の時から日本を守ることとも日本人の命を守ることとも関係のないそういう戦争に日本の自衛隊を派遣することは絶対に許せない、この舞鶴の自衛隊の皆さんをそういうところに行って殺し殺されるような関係にやることは絶対に許せない、体を張って反対すると訴えてきた、それが日本共産党です。そのことの意味が本当に鮮明になっているというふうに思うんです。選挙の公示の 前に京都氷河岬のレーダー基地を見てきました。あの自然豊かな氷河岬の段々畑にブルドーザーで土を流してアメリカ軍基地着々と建設が進んでいました。一番驚いたのはフェンスのその先に自動小銃を持ったアメリカ兵が警備しているんですね。
いくら自衛隊の基地でもそんな人はいません。もうまさにアメリカ軍の基地、日本の法律が及ばないアメリカ軍の基地がこの京都北部に作られてるんだということを痛感をいたしました。皆さん、今沖縄ではこういう基地一つも作らせない、保守と革新の壁を乗り越えて新しい知事を誕生させました。今度の 総選挙でも1区から4区まで米軍基地を作らせるような議員を国会に送らない、そういう立場から野党の共闘が成立をして全力で頑張っています。沖縄にも日本のどこにもアメリカ軍の基地を作らない、こういう戦いが広がっているときに、どうしてこの京都北部にそういう基地を作らせることが許せるでしょうか。私たちの子供や孫やまたその子供の世代にこの米軍基地という負の遺産を残していくのか。今引っ張り建設中止させてレーダー撤去せよ、この声をはっきりさせるのか、今度の総選挙の大きな争点だと思います。安倍首相が進める戦争する国づくり、このまま進んだら本当に日本が戦争する国になってしまいます。今度の総選挙で日本共産党を大きく伸ばして、はっきりやめさせる、憲法9条を生かした平和外交に転換させる、この仕事をどうか私山内県にやらせてください。よろしくお願いいたします。暮らしと経済の問題でも本当に格差が広がっていることを、先ほども西山さんの話にあった通りなんですね。安倍政権の2年間だけでも50兆円外部留保を増やしたっていうんですから、大企業は50兆円で言ったら、皆さん1年間に国が税金で集める金額に匹敵するんです。そんなお金を国民から吸い上げて内部留保として蓄積をしている、このお金をどうやって国民経済に還元させるのか、ここにこそ今政治が果たすべき役割があると思うんですね。アベノミクスがの恩恵がなかなか京都北部に届かないという声をたくさんお聞きいたします。円安が進んで株高が進んで、大企業はそんな風にますます蓄積を増やすし、富裕層の皆さんの資産を増やしておられます。ところが皆さん、働く人々の賃金は16ヶ月も続けて実質賃金下がってるっていうじゃないですか。年金は毎年削減をされる、若い人たちは雇用が増えたと言いますけれども、ほとんど非正規の雇用が増えたばっかり、貧困はますます労働者の方に蓄積をされています。こういう政策いつまで続けても恩恵が回ってくるどころか、私たちの暮らしの方が先に倒れてしまう、中小零細企業の経営の方が先に倒れてしまう、この京都北部の地域経済の方が本当に細ってしまうというのが、この政策の慣れの果てだと思います。今度の総選挙でこういう政策をはっきり中止させることが必要だと思うんです。京都北ですから由良川沿いをでくまなく演説をしています。本当にまだ被災の爪痕が奥深く残っていることも痛感をするんです。こういった大企業を応援の歪みはここにも現れると思うんですね。リニアを建設するとか、大企業が儲けるような公共事業はすぐに決まるけれども、国民の安全を守るそういう防災の取り組みはなかなか進まない、だからああいう災害が起こるんじゃないでしょうか。日本は今地震や大雨や台風などさまざまな災害が起こっています。その災害から立ち直る、本当に苦労していることだと思います。その被災者が立ち直る、その立ち直りにさえ消費税というのは 10%、8% かかっていくわけですから、こんな政治許してたら本当にこの日本で安心して暮らしていくことできないんじゃないでしょうか。大企業応援の政治から本当に暮らし第一のそういう政治に転換すること必要だと思うんです。その最大の焦点は今度の選挙で言えば消費税の 10% への増税を許すのかどうか、今度の総選挙で日本共産党をはっきり躍進をさせて 10% への増税は中止をする、この声を示そうではありませんか。どうか皆さんよろしくお願いいたします。皆さん、今度の選挙で私本当に訴えたいのは、日本共産党は暴走政治にもちろん正面から反対をします。同時にどんな問題でも国民の立場から対案を示して、その道みんなで一緒に歩もう、こういう呼びかけして戦っている政党だということなんです。消費税増税にもちろん反対です。多くの政党は財政の再建といえば消費税増税、
社会保障を充実させる、その財源はといえば消費税増税です。日本共産党は消費税に頼らない別の道、国の財政を再建し社会保障を充実させるのに消費税に頼らない別の道がある、この道ご一緒に歩もうということを呼びかけています。その第一の柱は、税金は能力に応じて負担をする、この当たり前の原則に立ち返って税制の抜本的改正を進めようということです。そして大企業や富裕層の皆さんにその力にふさわしい負担をお願いをする。これで大体20兆円くらい新たな税収を増やすことができるんです。もう一つの柱は、国民の懐を直接温める。安倍さんはよく言いますね、もうすぐ回ってきます、回り回って、そうじゃなくて直接懐を温めるような、そういう経済政策に転換をして、その力で日本経済に活性化させて税収を増やしていく道、選択をします。先ほども述べました、323兆円ある内部留保のそのわずか 1% を取り崩したら、働く皆さんの賃金月1万円引き上げることができるんです。非正規で働いている皆さんが正社員としてしっかり働いて、しっかりお給料をもらえるように労働法制を強化することも政治の役割として十分できると思います。年金毎年削減されてますね。もう削減することをやめて充実する方向に切り替えます。そうしたらこういう形で国民の懐を直接温めて日本経済活性化すれば、税収も増やすことができるんです。日本共産党の計算では10年後ぐらいに大体20兆円ぐらい増やすことができます。合わせて40兆円の財源があれば、消費税に頼らなくても財政再建の道、また社会保障の充実の道、進んでいくことができます。この道一緒に歩もう、これが日本共産党の呼びかけです。日本共産党は戦争する国づくりに反対しています。同時に憲法9条を生かした平和外交を展開しよう。特にこの日本海を巡る地域には様々な戦争の火種があります。紛争の火種があります。その時に軍事対軍事で対応するのではなくて、外交交渉で解決しよう。北東アジア平和協力構想という構想を提唱して、まだ野党ですけれども国内外で可能なあらゆる努力を尽くしています。この道を歩もうということを皆さん呼びかけています。原発の再稼働に反対をしています。同時に原発ゼロの日本を作ろう。再生可能なエネルギーを軸にした新しいエネルギー社会をこの日本に作ろう、こういう道を提案をしています。皆さん、暴走に反対しつつ国民の立場で対案を示す政党が日本共産党です。だから今安倍首相がこの道しかないと言って進めている政治だ、このまま行ったら日本は危ない、本当に心配だ、こういう不安を持っている皆さん、これまでの政党支持が自民党であっても公明党であっても民主党であっても、今度は安心して日本共産党にその思いをお寄せください。私山内健に託してください。今述べたような仕事、ぜひ私に国会に行ってやらせてください。重ねてお願いをいたしまして、私からの訴えといたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。日本共産党の内容として、その共産党